皆さんこんにちは、アンです。ポンタです。今日ね、会津坂下の空山ね、よくね聞くんだけど、空山美味しいよ、空山美味しいよって言うんだけど、見てください、空山、実は空山ね、みんなこれ知らんやろ。空山どうか知らん、知らんと思うで。今日空山さん来ましたので入ってます。もやしあんかけどう？まあ、なんか横浜のサンマーメン食べとるみたい。ああ、確かにな。あの、あんかけ風でサンマーメン似とるけどな。似とるというか、まあ似とるな。まあでもサンマーメンってな、あの、どこが発祥かって結構揉めとるやん。横浜やろ？まあもちろん横浜は横浜やけど、お店がな、平珍楼さんと玉泉亭と、あと三幸園ってとこが、うちが先やみたいな感じでどこも言っとって、まあ、そしてな、だいぶ古い話なんでね、はっきりね、もう証拠もないよね。そうだね。でまあサンマーメンのな、その語源っていうか、語源な、知っとるか。サンマ、サンマや、魚のサンマやろ。魚のサンマが乗っかってると思ってたんよ。乗ってることが一回もないな。一回もない。そこで調べました。調べた、サンマーメンの語源。はい、何？ポンちゃん知っとるやん。ポンちゃんは知っとるのは、サンっていうのは、生きるの生って書くんや。おお、生きるか。馬はね、馬って書くんや。馬は馬やな。それでサンマーメン。馬が生きるか。だけど馬乗っかってないよ。おお、このスープの透明感がいいで。突然か？まあ突然やけどな。突然やな。あ、眉毛ピクピクした今。美味しいとな。眉毛が動くんですよ。ピクピクしますな。でその山っていうのは、なんかシャキシャキしてね、新鮮なものという意味で、まあっていうのは上に乗せるっていう意味なんやって。関東料理みたいよ。関東から出てるか。でもシャキシャキはそこまでや。やっぱりシャキシャキのこのもやしさんがね、乗ってるから3番目。そう、それで必ずとろみがついてるんやって。ちょっとシュアしてこの3番目いただいてみるで。食べてみて。おヘイチンロウのサンマーメン美味しかったよ。ヘイチンロウ、そこでヘイチンロウの宣伝なんやろ。カットカットカットやな。まあ、おこれな、あのサンマーメンちょっと甘めに作られてるけど、ここはな、あのちょうどいいで。あの黒ごまラー油、黒ごまラー油の香りとな、これ酢もちょっと入っとるな。お酢もちょっと入っとる。お酢も入っとる。なかなかええバランスや。まあ、今日はね、和亭雲っていうね、この塩ラーメンの肉がいっぱい乗ってる。あのいただいてみてる。どうや。美味しい。クモもな。なあ、この塩な、モンゴル園やって。モンゴル園やろ。やっぱり岩塩やと思った。そうやろ。なんかこの、なあ、奥深いこの塩の味はやっぱりモンゴル園。なんかピリッとこない、まろやかな甘み。そうそうそう。なあ、会津でな、山塩っていうのがあって。あるな、山塩。これまあ会津がまあ1000万年くらい前に海やった。その時が盛り上がって塩になって残っとるわけど、モンゴル園はどんぐらい経ってるか知ってる？まあざっとな4000万年以上や。だから会津のナウマンゾウがいたんか。ナウマンゾウよりももっと古いかもしれんね。すごいな、そんな時があったんやな。まあ1000万年とな4000万年比べたら4000万年の方が濃く深いやろ。濃く深いな。やっぱりそれがこの味になっとるで。海のミネラル成分が、じゃあもう塩の化石とちゃうか。まあそれに近いな。まあ塩の化石といっても化石や。この頃からの旨味がこのラーメンに生きとるという。
これこれこれやな、うん、美味しいスープや。あ、うん、私もいただいてみます、うん、美味しいね。うまいやろ、うん、なあ、あな、雲、なんで塩に雲ってつけたかはようわからんけど、まあそうね、聞いたことなかった、うんうん、まあ、あのクーさんの塩、うんうん、クーさん言ってやったんだ。あ、クーザン、クーザンやな。あ、餃子だよ。おう、な、餃子、おう、ポンちゃんやっぱり餃子の上にラー油かける派やね。たっぷりな、うん、うん、やっぱね、普通ほら醤油にラー油入れる人たち多いやろ、うん、あ、まあ、でもな、あれはちょっとあかんな思っとったんや、ほうほう、うん、やっぱりな、ラー油は餃子にかけて、うん、お醤油はまあいろいろな、お酢とかブレンドしてええけど、ブレンドしてね、うん、やっぱこれがいいや、うん、なあ、食べ方かな、うんうん、美味しいな、うん、麺もね、ちょっとチューブ太麺でね。お、今日はな、ここはない麺2種類選べるんよ。あ、そう、そうやな、チューブ太のあの北方の縮れ麺とか、うん、あと細麺も選べるんやけど、細麺もね、今日はあのチューブ太麺にした。チューブ太麺の方が、うん、あ、サンマ麺、あ、サンマ麺やないな、なんやっけ、もやしあんかけラーメン、もやしあんかけラーメン、あっとるな、うん、辛みついてね、なんかそんな気する、とろみついてね、うん、こうやってもそう思う、うん、おいしい。ああ、はい、ポンちゃん、はい、うん、なんかお腹が大きくなっとるで、うん、大盛りいただきました。このお腹は何や、食べました。今日はもやしあんかけや、ごまラー油のあんかけ、もやしあんかけごまラー油の、なんか新作らしいね。美味しかった、うん、期間限定だよ、しかも、うん、これは多分あれじゃない、定番になるよ、うん、ね、わてはな、今日はな、雲、塩だ、塩ら、塩をね、これ雲っていうな、うん、塩のね、あの肉盛りや、美味しゅうございました、ね、うん、わてね、ここ実はね、一押しなんや、一押し、実はね、何回も来てるんですよ、美味しいです、ね、美味しいです、なんかね、毎週食べても飽きない、来たくなっちゃうしね、で、朝7時からやってる、7時からね、3時まで、うん、3時までな、3時頃はね、帰って空いててね、昼頃来るとね、席がね、ちょっと少ないから、混んでますね、もうすぐね、埋まっちゃってね、並ばなきゃいかんからね、まあ、うん、並んで食べる価値はあるけど、うん、並ばないで食べた方がもっと美味しい。まあ、そんなことで、ね、今日はクーさん、どうも、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。